中ということもあるんで、大掃除のついでに、はい、持ってきました。12月でこうお片付けもして捨てるのもちょっともったいないなっていうので。盛況師走のリサイクルショップ、皆さんの不用品についたお値段はさあいくら。千葉県船橋市にある関東最大級のリサイクルショップ、ブックオフスーパーバザー。12月は1年で最も買い取り件数が多いというこちらのお店。お家にあっても仕方がないので使ってもくれる方がいたら。そこで購入したという子供用自転車、予想買取額はおいくらですか？8000円ぐらい。嘘や、3000円ぐらいじゃないもん。だって1000円ぐらい。おもちゃ1個10円になるかなんないかな。おもちゃは全然値段つかなくて、自転車が割と値段つくので。目標は8000円。お父さんは自転車に期待ですが、さあいくら。ほら1000円いっちゃった。当てにしていた自転車についた値は1000円。でもこの後嬉しい誤算があったんです。予想外の値段にお父さんもあぜん。合計8010円。見事目標を10円上回る買取額に。まさに塵も積もれば山となる。箱や説明書がなくても値がつくものも少なくないといいます。トータルとしてはつく。これから年始はお年玉とかで使うから。息子さん、お正月は期待できそうですよ。こちらのリサイクルショップの店頭に並ぶのは本や CD、 洋服や雑貨、ブランド物などおよそ46万アイテム。中には日本人形や懐かしのダイヤル式電話機まで。販売されているのはほぼ全てお客さんから買い取ったもの。食品と生き物以外は買い取り対象です。こちらのご夫婦が持ち込んだのはネックレス。20年ほど前に旦那さんがプレゼントしたものだといいますが、姉ちゃんが出てもうすることもないので、買っちゃおうかなと思って出しました。何百円でもいいし、捨てるよりはいいよね。捨てるよりはいいかな。実はパーツが曲がって壊れているんです。記憶では3万円ほどで買ったものだといいますが、査定額はさあいくら。向か15頭ゲートの中スタートしました。8番うなぎ登り最高峰、ダッシュがつきません。4番ジャカランダも後方から、まずは7番のシーズザデイ飛び出していって、まずは主導権。2コーナーにかかるところ、まずは先頭に立ちます。追っていくのは14番モズゴールドバレル、内から12番のジャスティンベル 2番手に上がりました。14番モズゴールドバレル3番手です。あとは内から10番マテンローリオン、今日は3番手インコース。1馬身差3番手3頭、外から14番モズゴールドバレル、間から15番セルバーグ、インコースに10番マテンローリオン、その後に3番ソリタリオ、2番ラスール、4コーナーにかかります。さらには1番 B アストニッシド、4コーナーから直線コースに向かいました。先頭ジャスティンベルに変わった。外から14番モズゴールドバレル、内からは7番のシーズザデイ、最内が空いているぞ横山典弘。10番マテンローリオン一気に先頭に変わった。10番マテンローリオン先頭だ。残り250、外から3番ソリタリオ、3番手は14番モズゴールドバレル、インコースからは1番ビーアストニッシド、先頭は10番のマテンローリオン。差を詰めてこようとソリタリオ、外から追ってくるのは9番レッドベルアーム、内からビーアストニッシド、先頭は10番マテンローリオンか。ゴールイン、マテンローリオンです。横山典弘です。3番ソリタリオを抑えました。
ち込んだのは洋服やカバン、雑貨などおよそ20点。半年おきに部屋の整理を兼ねて売りに来ているのだといいます。どれくらいになりそうなのか2000円いけばいいかなと思ってます。不用品を売ったお金で買いたいお目当ての品があるそうで。そう、なんかコート欲しくてっていうもの。おいくらなんですか？1380円。税込み2000円で売れたら買えますか？買えますね目標金額達成なるか。結果は561円。残念。暖かいコートを買うのは諦めて、美味しいラテでも頼もうかなと思ってます。雨ですしね。60代のご夫婦が持ち込んだのは40年以上前に発売された一眼レフのフィルムカメラ。他にも懐かしのレコード30枚と食器がおよそ30点。ちょっと前に義理の